日本代表を率いる森保一監督は2022年のカタールワールドカップで躍進を見せ、一躍名将として評価されました。しかし、今回のアジアカップの采配で、再びファンから解任論が続出しているだけではなく、選手たちからも森保監督への不満の声が上がっています。どうも森保監督ばりにメモをしてもすぐになくしてしまう補欠カラスです。今回はアジアカップを終えて、森保監督に不満を持つ選手たちの声を紹介します。森田秀政まずは日本代表で不動のボランチとして活躍している森田秀正選手です。これまでの森保ジャパンで森田選手は、キャプテンの遠藤航選手との素晴らしいコンビで、 面で活躍を見せていました今回のアジアカップでは、畑レオ選手にポジションを譲ることもありましたが、敗れてしまった準々決勝のイラン戦では、日本の先制ゴールを挙げました。そんな森田選手ですが、イラン戦の後に、隠すことなく森保監督への不満をあらわにしたのです。イラン戦では、日本をイランに研究されていて、ロングボールを徹底し、空中戦からセカンドボールを拾って、二次攻撃、三次攻撃につなげようとする戦術で苦しめられていました。また、このイランの戦法は、グループリーグ第二戦のイラク戦で敗れた時と一緒だったことから、森田選手は、イラク戦に近いというか、相手は相当イラク戦を見ながら、 してきたと思う自分たちがイラク戦で露呈した弱みに対してチームとして修正できたかというとそうではなかったとまずはチームとしての課題を克服しきれなかったことを悔やみあの状況を作られることがそもそも良くないあれだけセットプレーを与えたり深い位置でロングスローを投げられたりディフェンダー陣がよくあそこまで耐えてくれたなというのが印象そうならない戦いがもっとできたのかなとというようにチームとして苦しい状況を作られないようにする策があったのではないかと語っていましたそしてここから森田選手は森保監督への采配批判とも捉えられるような言葉を赤裸々に話していましたまず森田選手はどうすれば良かった 考えすぎてパンクというかもっとアドバイスとか外からこうした方がいいとかチームとしてこういうことを徹底しようとかが欲しいチームとしての徹底度が足りなくて試合展開を逃げられるということがゼロじゃないしこの大会でも少なからずあったボランチとしてプレイヤーとしてチームのために考えないといけないしその思考は止めないけどそこの決定権が僕にある必要はないのかなと思うあくまで僕は最後の微調整だけでいいのかなとになっているものを重荷には感じないけどもっと欲しいというようにピッチ上でプレイする中で策を考えるのはタスクオーバーだと語り劣勢の展開の中でもっとベンチからの明確な<ス> 指示があっても良かったのではないかと語っていました。また、森田選手はハーフタイムでの指示についても、僕が決めたシーンとかラインコントロールとかの映像を見てこうしよう。ああしようという話はあったけど、深いところまでは行けなかった。前半嫌な感じで逃げ切ったような感じでロッカーに戻ったけど、後半フレッシュな感じでピッチに出れたかというと、そうではなかったと前半に感じたモヤモヤを解消できないまま、後半のピッチに向かったことを明かしていました。さらに森田選手は何かが足りないのか、やろうとしていることが多くて、むしろ捨てていくべきなのか、1つに絞っていくべきなのかわからない。ゴールキック1つとってもそうだし、もっと色々提示して欲しい。と森 監督に対しててのの不満をマシンガンガごとく続けていき結局、誰が出るかの人次第、質次第になっている。チームとしてやろうとしているスタイル、チームとしての哲学があっても、そこに差は必然的に出てくるものだけど、こういうことをしようというものがないと受け身になり始める。相手の雰囲気だったり、同点ゴールを決められて、オフサイドだったけど、追加点も取られそうになって、僕自身を含めてボールを握るのが怖くなる。と話していて、森保監督が目指す主体的なサッカーを進める上での、ビルドアップに関しても、チームとしての作り込みが足りていないと感じているようでした。こうして、森保監督の采配に対して、正直に胸の内をか 当たった森田選手は最後に文句みたいになって申し訳ないけど、選手はできると思うと強調した上で、僕が目の前の選手に対してターンして顔を上げてボールを蹴れたり、そういうことを世界のトップ選手は当たり前にできる。そこは真摯に受け止めないといけない。チームとしてどういう動かし方をして、どこを狙っていくかというのはもっと明確にしないといけないし、そういう課題があるのに、このところで負けたというのは逃げだと思う。というように言葉を選びながらも本音を打ち明けたのでした。すると、森保監督への不満が高まっていた。日本のサッカーファンからは森田選手の的確なコメントに称賛の声が上がりました。しかし、当の。 である森監督は帰国後取材を受け森田選手の発言について聞かれるとチームの基本的なコンセプトやベースの部分と対戦相手との噛み合わせの中でコンセプトベースを選手に伝えているところはあるただ全ての起こり得る局面を全部細かく伝えることができるかというといろいろな局面がサッカーでは起こるし1回として同じ局面は実はないチームが活動する中で少しずつ全ての局面に対応できるようにコンセプトは積み上げていけているイラン戦は選手がうまく局面を打開できるだけのコンセプトの共有ができていなかったというところはあったかなと思うがそれはまたこの経験が一つ積み上げとな さて、次へのチーム力に繋がっていくと思っている選手ができるだけ思い切ってプレーできるように準備していきたいというように、やや曖昧な言葉で返していました。久保建英続いて、森保監督への不満をあらわにしたのは、日本代表の攻撃陣を支える久保建英選手です。若くして海外でプレーし、今ではワールドクラスのアタッカーに成長した久保選手ですが、なかなか日本代表では目立った活躍を見せることができていませんでした。ただ、久保選手はカタールワールドカップ前の時点で森保監督のサッカーについて、攻守において12個はこれという共通認識を持っていたい。うまくいかなかった時に立ち返れる場所がある。 優先順位がができてくるのが一番ないわけじゃないし臨機応変に変えるのも大事だけど強い決まり事が特に強豪国にはあります時間がない中で模索していくのが大事だと思いますとワールドカップ直前でも戦い方に決まり事が少ないことに危機感を感じているような発言をしていましたさらにカタールワールドカップの本大会でも久保選手は日本がスペインから大金星を挙げた試合の後に正直言うと今日前半は僕が一番良かったと思うというように前半のみの交代となったことに対して森保監督の采配を批判するような一言を口にした上に「守備的に行くのはチーム戦術なので仕方ない 前かからら行けばもももっっっとといいいプレーーができたたたししししボールを取られる気もしなかった個人的にはすごく悔語てまそして、レアルソシエダでさらなる成長を遂げ、大きな期待を受けて迎えた今回のアジアカップでしたが、久保選手はまたしても目立った活躍を見せることができず、敗退となってしまいました。また、準々決勝のイラン戦では、久保選手はいいプレーを見せていたにもかかわらず、後半途中に交代させられてしまったのです。こうして、消化不良のまま、日本が敗れる姿を、ベンチで見るしかなかった久保選手は、試合後のインタビューで、もっとやれたかなと思いますし、苦しい時間帯でもっとできたかと思います。けど 大会通してあれが今の僕の僕限界かなと思いますすすでででききるここととととははやったので特に僕かかからなんか反省べいいうように、消化不良でありながら、どこか半ば諦めているような、サバサバした表情を見せていました。これまでの久保選手は、大事な試合で敗れた直後には、足りなかったのはどこか、こういった点を今後は強化していきたいなど、久保選手自身が感じた課題を自然と口にすることが多く見られていました。しかし、イラン戦後の久保選手は、明確な結果が出たにもかかわらず、今の僕の限界、反省すべきことはない。と言い切っていて、まるで自分一人には解決できない問題があったと言わんばかりの態度を見せ さらに、久保選手は早めの交代となったことについて、だんだんコンディションが上がってくる中で、この試合が自分のベストな試合だったと思うので、ちょっと個人的には交代は早かったかなと思いますけど、そこはまあ、一選手が言ってもしょうがないんで。というように、森保監督の判断に納得がいかないような声を上げていました。このように、森保監督の采配には呆れているようにも思える久保選手ですが、試合後のジンで森保監督が選手たちへ熱い言葉をかけていた時も、どこか上の空のような表情を浮かべていたので、今後の関係性が少し心配になってしまいますね。そういえば話は少し逸れるんですが、皆さんサッカー 普段サブスクとかか登録ししてて見見る人ももも多いいれれまませんが中には日本で見れない作品もあります例えば、クリスティアーノ・ロナウド選手やサッカーの王様ペレ選手などの超有名選手の人生を映画にした作品もあるのですが、見える国が制限されていて、普段のサブスクでは日本で見ることができません。ですが、サーフシャーク VPN を使うと、アクセス元の大まかな地域を特定できる IP アドレスというものを隠すことができて、世界中のいろんな映画を見れるようになります。VPN はインターネット上のコンテンツを解除するだけでなく、あるウェブページにどれだけアクセスしたかの指標となる、インターネットトラフィックを暗号 強化するので、ハッカーが情報を盗みやすい公共の wi-fi に接続するときにも役立ちます。概要欄にこのサーフジャック vpn のリンクを貼っておくので、気になる人はぜひクリックしてみてください。さらに補欠サッカーというクーポンコードを入力すると、契約期間に加えて3ヶ月無料で利用いただけます。また、30日間の返金保証もあるので、もしやっぱいいやって思ったら申し込みから30日以内に解約すれば大丈夫です。もちろん、さっき紹介したロナウド選手やペレ選手の映画以外にも日本では見れない。サッカー映画や違う。ジャンルの映画も沢山あるので、興味がある人は是非使ってみてください。どう案列？それでは話題を戻して。次。 何かと歯にきぬきせぬ発言を残しがちな日本代表のビッグマウス堂安律選手のコメントを紹介します森保監督がロシアワールドカップ終了後日本代表の監督に就任して以降代表の中心選手として定着した堂安選手でしたが2022年3月の代表戦ではクラブで結果を残していたにもかかわらず代表に招集されなかったことがありましたすると堂安選手は SNS で逆境大好き人間頑張りますあ怪我してませんと森保監督が自分を代表に選出しなかったことに皮肉めいたような内容をつぶやいていましたまた同時期に受けたインタビューでは日本代表に今は選ばれていない のが残念でなりませんでも今後日本代表としてワールドカップに行けたらとても光栄なことですだけどどちらか一つを選ばなければいけないとしたらペースフェイの一員としてチャンピオンズリーグでプレーしたいですねというようにクラブを優先する姿勢も示していましたただドアン選手はその後再び代表に復帰しカタールワールドカップでは2ゴールを決める活躍を見せましたが今回のアジアカップ中に受けたインタビューで森保監督について多く経験させてもらっている選手の一人でもありますし森保さんとは一番長くやっている選手にもなってきている信頼も感じるので何かしら返してあげたい文句を言っていた時期もありましたけど 混祭りに話し、森保監督との関係は悪くないことをアピールしていました。しかし、準々決勝で敗れてしまった。イラン戦の後には前半は間違いなく、自分たちのペースでやれていたと思うんですけど、後半は相手のパワーに完全に支配されていたほとんどの選手がヨーロッパでやっていて、あのパワーに慣れているはずなのに跳ね返せない。それが何から来るのはわからないんですけど、特に崩される感じはないけど、押し込まれているということで、多分見ていた人はやられそうだなっていう雰囲気はあったと思う。やっている。自分たちもそれは感じていた。中で、ピッチの中で声をかけきれなかった。というように、ピッチの中で修正していかなければいけなかったと試合中の。 語っていたのですこの言葉は裏を返すと、森保監督の指示には期待していないとも捉えられるような内容でした。また、堂安選手は、プレスもあまりハマっていなかったというのがあって、相手が3枚で動かしてくる中で、こっちは2トップで追いかけるので、1人がフリーになってロングボールを蹴られる。フリーで蹴られると、相手はやっぱり強いので、蹴らせないようにハーフタイムに修正したつもりですけど、なかなかうまくいかなかったです。と話していました。これだけ選手側が詳しく範囲を語り嘆いていると、森保監督からの指示が的確ではなかったと捉えているようにも思えますよね。今後、森保監督が続投する流れになっていますが、選手たちもし ししっっかり意見をぶつけられるようなないいい環境になって欲しいですね田中マルクス・トゥーリオここまではア、ジアカップに出場した現役の選手たちが口にしていた森保監督への不満を紹介しましたが、当然、今後も代表監督を務める森保監督に向けて、現役の選手たちは痛烈な批判を浴びせることができません。しかし、元日本代表の OB たちは関係なく、森保監督に痛烈な批判を浴びせています。まずは何かと日本代表に対して厳しい目線で語る、元日本代表ディフェンダーの田中マルクス・トゥーリオさんです。トゥーリオさんは、イラン戦で日本が負けた後、自身の YouTube チャンネルを更新し、開口一番森保監督について、 森安監督の先発の仕方が間違っている自分たちがワールドカップでやったことをやり返されたような試合展開イランのチャレンジにそのまま押し込まれて抵抗しなかったと告白していましたまたその原因についてトゥーリオさんはイランは前半我慢我慢我慢チャンスを作れずに日本のペースでも1時点で後半まで持っていこうというのがイランの考え方だった気がするそれがドンピシャでハマった後半ははっきりとロングボールでセカンドボールを拾い流れを自分たちに持っていきつつあったロングスローとセットプレーで流れを持っていったとイランの戦い方を解説し勢いをつけたイラン代表が主に試合のペースをつかんで失点し またトゥーリオさんは森保監督のスタメン選考についてザイオンの調子が安定しないバタバタしていると分析されて放り込めば何かミスをするというイランの戦い方これが引き起こされたのも鈴木ザイオンを先発で使ったからコールキーパーが安定しないと他の選手に移ってしまう日本は無失点でいかないとどんな相手でも難しくなるとも話していましたそしてトゥーリオさんは森保監督を 点ですと低い点数をつけて先発にザイオンを使ったのが良くなかった前田を左サイドで使って機能しなかった負けたのは監督の責任どこの国でも共通するそう考えると森保監督は全然ダメだった流れを全く悪いままにして自分たちに引き戻すことをしてくれなかったそれが一番ダメ勇気を持って先にカードを切る流れを引き戻すのが監督の仕事それがダメだったと告評していましたそれでもトゥーリオさんは最後次のワールドカップに向けて森保監督体制で臨むかどうかについてこれは森保監督でいきましょう今大会の結果は恥ですよ日本代表は今目指しているところワールドカップの 1>, 1位を考えると、アジアカップでベスト8で終わるのは非常に恥ずかしいと話し、雪辱を晴らしてほしいという意思を見せていました。森保監督が,が続投するなら、ぜひトゥーリオさんの言う通り、次のワールドカップに悔しさをぶつけてほしいですね。前園正樹を続いて、元日本代表フォワードの前園正清さんの言葉を紹介します。前園さんは日本代表が2段戦で負けた後、フジテレビのワイドナショーに出演し、負けるべくして負けていったとコメントしていました。その上で試合のポイントとして、前園さんは森保監督の選手交代に注目し、前の選手を先に交代した攻撃がうまくいかなかったからというのも。 あると思うけど、それ以前にディフェンスで跳ね返して繋げなかった。そこの選手を変えると、前の選手にもしっかりとボールが来るから、僕は逆だったと思っている。というように、後半にロングボール主体で攻め込んできた。イランに対して劣勢を強いられたため、守備陣の手こ入れをすべきだったと指摘していました。さらに、前園さんは67分の三苫薫選手と南野巧選手の投入にも注目し、ラウンド16のバーレン戦に続いて、同じ時間に同じ選手がピッチに送り込まれたことについて、同じ形の交代、ある程度決め打ちしていると思う。流れとか状況に関係なく、この2人を入れると攻撃が変わるというのが監督。 中にあってでもこの試合に関してはそこじゃなかったと柔軟性の足りなさを指摘していました岩本照夫続いては元日本代表ミッドフィルダーの岩本照夫さんのコメントです岩本さんは自身のコラムでイラン戦について振り返りイランはよく日本を研究していたと思う特に後半はロングボールを使って日本のラインを押し下げる徹底していたよねセンターライン付近でキープして余裕でつなげられるのにシンプルに放り込んでくる守備陣はしんどかったはずだとイランの攻め方を分析した上でだからこそ抗対策でなんとかならなかったのかなと思う結果論であるのは承知しているけど例えば町田なり谷口を投入 してバックにして跳ね返す力を高めたかった板倉は前半にイエローカードをもらっていてプレーが慎重になっていたような気もするしパフォーマンスも今一つだった早いタイミングで交代させても良かったかもしれないというように森保監督の判断の遅さを指摘していました続いて岩本さんは森保監督はなぜ最後まで守備面を手こ入れしなかったのか後半の流れを見てもどこかで手を打つタイミングはあったと思うもちろん延長戦を見据えたりとかいろんなことを考えていたはずでもちょっと疑問が残るベンチワークだったというように森保監督の采配に疑問を抱いていて最後にはこの一戦だけで 監督の力量を押し量ることはできない。これまでの日本代表の戦いぶりや選手の成長を見ても、その手腕は証明済み。僕も大好きな監督、現役時代には一緒にプレーしているし、どれだけサッカーと真摯に向き合っているかをよく知っている。ただ繰り返すようだけど、イラン戦では劣勢を覆すためのアクションが足りなかった。遅きに失し,した感は否めないと語っていました。こうして多くの選手や ob たちからも再敗について批判されている森保監督ですが、皆さん的には次のワールドカップまで続投して欲しいと思いますか？皆さんの意見をコメント欄で聞かせてください。というわけで、今回は森保監督のアジアカップの采配に対する。 表した選手や OB のコメントを紹介しましたが別の動画ではアジアカップ中に話題となった伊藤純也選手の行動について最新の情報をまとめているのでぜひ見てみてください最後に動画が面白いと思ったら高評価をこんな底辺の僕のことも温かく見守ってくれる人はぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは皆さんさようなら